マガジンチャンネルあの、隼人とくんすごく言いづらいんだけど、おばあちゃんから預かってた食費がなくなっちゃって、私たち自腹で買い物してるの。そうよ、はやっち。あんたがおかわりしたカレーもね。ね。みんな実家には無理言えなくて、そろそろ貯金も厳しいかなー、なんて。 それはすまん食費は出すわ。一日も早く店を再開しなくては。プレオープンああ。いきなり始めるのは危険だからな。まずはお前らを相手に予行練習することにした。料理はともかく、コーヒーくらいマスターの俺が入れないとな。じゃあ。 白菊は店員役をやってくれ。あ、はい。さん、つけなさいよ、年下。どうせ、バイトもしたことないんでしょ料理はやらないんだ。絶対コーヒーまずいわよ。うるさいいいから早く注文しろじゃあ私、アメリカン。アイスコーヒー。カフェラテかなブレンド。ふ <laughs> 驚くなよ。ばあさんがコーヒー入れるところならいつも見てたんだ。 最高の一杯を提供してやるよ。へえ、意外と手際いいわね。はやっちマスターっぽいぞ黙れさあ、できたぞ。練習にならないから正直に言えよ。上手いならうまいって。ブレンドでーす。あ、私、アメリカン。いるかな、店員役。<laughs> <笑><笑>いいか豆っていうのは産地で全く味も違うし、引き方で味も変わってくるんだ。うちはペーパードリップだから基本的には中引きだが、エスプレッソなんかの時は。まず。えなんか、味薄いんだけど、風味もないし、甘いだけ。 そんなはずはなあさては意地悪だな俺の入れたコーヒーなんて意地でもうまいって言わないつもりだろはやとくん。君こんなもの、商品として出せるわけないじゃん。ガリベンうんちくたれコーヒーまずい店のマスターさん。っはあごちそうさまーやっぱり白菊さんの料理美味しい ありがとう。洗い物をそこに置いておいて。そういえば、はやとくんはお風呂夕飯食べてすぐいなくなっちゃったけど。うんうん。一人でコーヒー入れる練習するって。素直に茜ちゃんに聞けばいいのに。そういえばあかねさんは、おばあちゃんのコーヒー好きだったもんね。東大だかなんだか知らないけど、いい字になっちゃってさ。ぼーっと座ってりゃいいのよ。お飾り店長なんだし。 そんなこと言ったらかわいそうよ。頑張ってるんだから。ああ。あ,あ危ねえ。あの金髪の言葉を思い出したら怒りで気を失うところだった。俺は自分で思うよりデリケートだったんだな。ずーっと喋ってるね、あんた。うるさくて集中できないんだけど。お前、いつからそこにいた 1時間くらい前なんて嫌なやつだこっそり俺の独り言聞いてやがったのか、うん、まあ確かにばあさんのコーヒーよりはちょっとだけ味が薄い気もするが <laughs> ななんだよ今夜はちょっと寒いから コーヒーヒ一杯もらうね足りねえよサービス料は引いてあるから、うん、なあお前ずいぶん偉そうに俺のコーヒー否定してくれたよなだったらお前のコーヒー俺にも一杯入れてみろよ、うん、入れてください はいもういりません <laughs>